ハン・ケイリンは中国の政治家、天津市生まれ、中国海軍勤務後、1985年に私費留学生として来日。この際に知り合った日本人女性と結婚。1989年帰国、北京市の長魚大国品館にオフィスを構え、日中のビジネスコンサルタントとして活動する。1991年には、 シンガポールで開かれた第一回世界華教大会に日本からの代表団の一員として参加。1993年に香港で開催された第二回大会にも参加し、その様子は世界で活躍する有名人華教4人の一人として NHK スペシャル華教パワーの挑戦で紹介された。1998年天津市政治協商委員に選出。 2003年3月、中国人民政治協商会議全国委員会委員に選出2008年3月より2期目を務める。全人団や政協では数少ない流日派と呼ばれる日本留学経験者。相手とストレートに向き合うことで規制の枠にとらわれない交流を展開、日本政府の閣僚や経団連幹部など地域は幅広い。そのビジネス経験から、 フランスのエアバスのアジア発進出となる天津工場の誘致に成功するなど中国国家開発区である天津経済技術開発区の発展にも大きく寄与、その功績が認められ2009年11月には手田を含む天津浜海新区の中日総代表に就任した。また2009年3月3日、関体時は中国の伝統文化の継承を妨げるとして10年間で 反対時に、段階的に戻す、要提案する等の活動もしている。ピアノ演奏、アコーディオン演奏、映画鑑賞。中国経済政策、産業促進研究、調査委員中国海外科教事務調査委員中国、環境問題改善対策委員、日中政治家交流担当提止に浜はま会、深久中日総代表中国資源石油。 エネルギー等国際対策推進担当中国国際人育成プロジェクト担当アジア世界青年交流担当中国民間外交国際政策推進担当中国支援省ガルーパンダ野生動物保護委員会会長中国国際事前事業担当ありがとうございます